世界中から1600を超える出展者が集まった世界最大級の旅行イベント、北海道阿寒湖をアピールしているブースでは、観光地の中でも自然の体験型ですとか、そういった分野に得意入れてて、まさにアドベンチャートラベル。アドベンチャートラベルとは、アクティビティ、自然、異文化のうち2つ以上の体験をする旅のことです。世界の市場規模は実に70兆円ですが、日本ではまだ未開拓の分野。去年、北海道では国際サミットが開催され、参加者は北海道の大自然や文化に触れました。I think for the adventure traveler, absolutely. I think it would be a great place to include in an itinerary. アドベンチャートラベルは今、日本各地に広がっています。東京都の最西端、檜原村。面積の 93% が山林です。この日行われていたのは、アドベンチャートラベルのモニターツアー。参加者は険しい森の中を散策したり、渓流を登ったり、およそ1時間のコースを歩きました。あ、すごい流れが。結構すごいですね。流されちゃいそうです。気を抜くと。深いですか？ここは危ないぐらい深いです。都心ではできない自然との触れ合いが魅力の一つ。道中にはこれ何ですか？鹿の骨、角ですね。季節の変わり目とかに落として。そしてコースの最後を締めくくるのが、最後ですね。ツアーは体験だけでは終わりません。参加者は伝統的な神楽を鑑賞し、檜原村の歴史を学びました。いつもは泊まりに行って自然を感じて終わるだったんですけど、こういうのがあるのは初めて知ったので、すごく新鮮で楽しいですね。ものの見方が変わって、生活の仕方が変わって、そして人生が変わっていく、次からの生活を見直していくっていう、これがこう旅の源泉だとは思いますけども。さらにアドベンチャートラベル、実は社会問題となっているオーバーツーリズムの解決策としても期待されています。訪日外国人に関してはまだまだ東京の都心に出るとものすごくたくさんいるんですけども、まだこの辺にはほとんど来てないんですよね。分散のきっかけにもなると思いますし。観光を超え体験する旅、アドベンチャートラベル、新たな日本の魅力の発信が期待されます。